色違うと本当に分かんないですね。てか今日は。めっちゃケイティさん撮ってる。今日一緒にやろうみたいな。そんなできる気がないでしょ。やばっ。でね、川口くんみたいな。僕もう決めたから、また来週ね。そっか、どうしよう、余っちゃったよ先生。僕余っちゃったんですけど、どうしたらいいですか。お手本になるみたいな。嫌だよ。どうした？上司。上司やだ。今月一回も働いてない。上司？坂本さん。あ。
違うって言われました。黄色いピンクに。からあそこ戻ってきました。ありがとう。違うんだね。じゃ前の前とかかな。ボード違いますかって言ったら、わかんないんで確認しますって言われて、チームのボードわかんないよ。確かに。確かに違ったから。黄色い人たちってやばい。テント何から黄色い人たちだった。ジャージも黄色かった。え、黒に黄色と黄色みたいな。そういう大学の色がそういう感じで。なるかもしれないですね。早稲田があれみたいな。っていうのは色ですか。そうそう。黄色かった。本当になんか紫とかしなかった。